ってあげて、あ、すいません、
Your cooperation is highly appreciated. Thank you. Thank you.
Thank you.
感できれば非常に大きいて。こちらはもうドラマないんだからってなってますけど、しかもその後ドラマのチーソー弾いてるじゃないですか、はいはいはい、やめてって思いながら何もなかった時安堵感かなりいいですからね。これ小林がまだって全員降りてる時って、はい、もちろん両面待ちの方がつながり率に関してはね、当然待ちの枚数が多いとは出ないけど、はい、私のルマンだったら出るよとか、今みたいなノーチャンスのチーマンだったらペンチーマン出るよっていう時もいいからですね。無理だな、無理ですね。あー、その通りですね。現状に入ると、ね、何を考えたのかなっていう風な読みが入る。はい、神谷を逆転してトップに立ちます。さあ、岡田個人3連勝、そして個人首位がかかっているこの試合、ここまでは厳しい展開。いい、まあ、過去さないもの、なんとかまとめたい。2メンツ、いやいや、小林さんもいいね。1メンツですが、両面があります。パン屋を受けるんじゃないか、うん、大事な一段になりそうですね。散々行くと思いますけどね、ナンは。ナンをポンして、この曲は入りに行ってますね。あ、そうそう、小林さんだとちょっと苦しいな。苦しいですね、はい、メンチースを払っていきます。若木原チートイツが消さないでいくことですね。見つかるとね、かなり内野さんより上に立つっていうルートが一つは欲しかったんですけど、はい、このハイパーだとまずはね、ちょっとこう、そうなんですね、はい、だから両面ができて、あ、じゃあこの手はもうリーチだなってなるよりも、まあね、もちろんこれ、こうか、あ、ごめんなさい、あんこだとすいません、小林ですね、小林さんもですけど、あ、萩谷さんギリギリのローマ来ましたね。本当ですね、このギリギリなチャレンジしていく、どっちが待ちになってもおかしいですよね。あとシンプルに危険度と1枚いる、最後にいなかった。羽根板を作ってくださいって言われた時に羽根板をね、どう作るかも選手によって全然違う。あった、あった、ケネット。さあ、小林に寄せちゃって、中身はスパーズにシャアの頭を落としていく。